フライトを終え基地に降り立つパイロットたち。向かった先は救命装具の保管場所。各自所定の場所に装備を戻している。ここを職場とするのが木村。パイロットの方々の救命装具品の品質の維持をしております。人命を助けるものを扱っておりますので、破れがあったり等ないように常に気を使っております。自分がここがいいと希望してずっとここで。仕事のコツを聞いてみた。コツ、そうですね、一刻早くそのミシンの使い方を覚えることですね。そんな木村が喜びをかみしめる瞬間があるという。毎日無事にパイロットの方々が帰ってこられて、この笑顔を見た時ですね。帰ってきた航空機が翼を休める格納庫。一角では C1 のエンジン取り付けが佳境を迎えていた。航空機が、安全に飛べるように、心がけて整備をすることが意気込みというか、そういうところですね。航空機のエンジンに興味があり入隊したという滝山は現在分隊長としてチームを引っ張る。作業環境を整えてやることと、クリュー全員の安全を確保することがまず第一優先になります。それからあとクリュー全員のもちろんメンタルの辺もありますんで、はい、やっぱチームで行動しますんで、チームワークっていうのはそういうところが大事だと思ってますね。私はエンジンは一つ一つ癖や性格が異なるという秋山。仕事の醍醐味は何なのだろうか。一番の醍醐味、物を作ることですね。一つのものをこうみんなで目標を持って組み立てて出来上がった時が一番私は嬉しいです。ランプドアの下から内外を改めているのはロードマスターと呼ばれる空中輸送員。キャビンのことはもう全て任されているっていう自信は持っています。その業務とは、各地上勤務員の空輸の方が持ってこられた荷物をまず重量等の掌握、そしてその貨物の内容の掌握、その他人員の掌握等もあります。その後の計算が飛行の安全に大きく影響するという。重量と平行バランスですね、地震位置っていうのがその飛行機によって決められています。その重心位置が決められた範囲内にあるか、貨物が飛行機のどの位置に搭載されているのかっていう計算を実施します。もちろん彼も目的地まで同乗する。貨物を機内に搭載した際の、まあ、その安全に爆されているかどうか、フライト中であれば、例えば液体のものであればそれが液漏れしていないかと監視を行っています。空酔いにかかった方なんかの解放をすることも大切な仕事だと考えております。憧れてついたロードマスターの職、その誇りと信念はある任務を機により揺るぎないものになったという。患者輸送の任務がありまして、男の子が急病で、運ばなきゃいけないという、その時にその男の子が自分の娘と被ったんですよ。もう涙涙ですね、私は。でその1週間ぐらい後だったですかね、そのご両親からお礼のお手紙をいただいたことがありまして、その時は本当にもういつもの仕事をやってるだけなのかもしれないですけど、感動しましたね。あれをやりだと思います。はい、もう全てはもうその我々が飛行して、例えば物資であったり物流を空港する場合であってもそうですけど、それを待ってる人がいるんですよね。それを考えるとそれが一番の仕事かなと思います。はい、
基地内では搭乗員の教育も行われている。第41教育飛行隊は国内で唯一輸送機、救難機、捜索機などのパイロットや空中輸送員などを育成。明日の輸送を担う人材がここから巣立っていくのだ。